シャルルルヌブシャルルフェルディナンルヌブはフランスの作曲家、音楽教師、パリ音楽院でアンブロワーズとマに支持し、1865年にローマ大賞を受賞。ローマ遊学中に完成させたオペライコールコミック、フィレンツェの男により、1868年のオペラコミックザのオペラ作曲コンクールに入賞し、1874年には同作のパリ初演を果たした。 ルヌブーの音楽は、決して流行に乗って成功したわけではなかったが、フランスの国境を越え、例えばシャトーブリアンの殉教者を原作とする2作目の歌劇、ベレダは、1882年に、ロンドンのコベントガーデン歌劇場で上演されている。1880年より、パリ音楽院で、火星法と作曲を指導し、1894年に、エルネスト・ギローの後任として、 作曲法の教授に任命された。文下にポール・バズレールや、フィリップ・ゴー・ベール、ポール・ピエルネ、アンドレ・カプレラを要する。1878年に、クレッサン賞の審査員を務める。1887年にレジオンド・ドヌール勲章を授与され、1896年には、恩師・トマの公認として、芸術アカデミーの正会員に迎えられた。ルーアンには、 ルヌブーと名付けられた街路がある。5つの歌劇の他に、2つのレクイエムや、婚礼のミサ曲などの多数の合唱曲や、ピアノとオーケストラのための競争的作品を手掛けた、チャールズ・ルヌブー。ありがとうございます。